こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在護衛艦伊豆、物回収工事が行われています。艦首を四角にするなど、伊豆物改良を加えていますが、何より F-35B ステルス戦闘機を艦載可能にするのが第一の目的です。英空母クイーンエリザベスが先に F-35B 戦闘機を満載状態で運用していますが、護衛艦伊豆も夜加賀も F-35B 戦闘機を満載して有事の緊急事態に備えます。日本には F-35B を予想していたかのごとく、2隻の大型護衛艦がありましたね。これは偶然なのか？では、護衛艦伊豆も回収までの計画をここでおさらいしていきましょう。時代背景が見えてきます。レイカズ元年度2019年からの中期防衛力整備計画の中で、出雲、加賀の2隻を短距離離陸、垂直着陸機、ストーブルの F-35B の発着が可能となるように改修するための予算が計上された。現在、F-35B は、米海兵隊において、ワスプなどの強襲揚陸艦で運用されているが、正規空母としては、英海軍のクイーン・エリザベスが、シーハリアーの後継機として導入を計画していて、出雲と加賀は、それに次いで F-35B を搭載する空母として運用される予定である。出雲型の空母化改修計画について、未だ、その詳細は伝わってはおらず、様々な憶測が飛び交う中での大型の輸送では、艦首の形状変更と飛行甲板の耐熱性強化の2点が中心となるだろうとされている。艦首形状変更については、自衛隊幹部がワスプ型強襲揚陸艦の視察を繰り返していたとの情報や、防衛省から昨年9月30日に発表された令和3年度2021年予算で、出雲型の2番艦加賀への艦首改修などを計上した際の報告の中に、ワスプ型強襲揚陸艦と同じ四角形に変更することが明らかにされている。F-35B を垂直ではなく、短距離滑走で発艦させるのであれば、艦橋が右舷側にある出雲型では、現在はヘリコプターの発着艦用に白い線が引かれている左舷側を滑走することになるが、出雲型護衛艦の艦首が台形状であるために、このままでは滑走距離が短くなり、運用に支障をきたすことになってしまう。そのために F-35B を滑走させずに垂直発着艦で運用するとなると、滑走発艦時よりもエンジン出力を上げる必要が生じ、その分燃料を消費することになり、 F-35B の航続距離が短くなってしまうのだ。あるいは燃料節約のために機体を軽くしようとするならば、ミサイルなどの兵装搭載量を減らすより他に方法がなく、いずれにせよ有事の際の運用が制限されてしまうことになる。他にはクイーン・エリザベスのようなスキージャンプ台を増設して F-35B の滑走距離を短くする方法も考えられて、漫画家の川口
海獅子が描く空母息吹に備えられたようなスキージャンプ台を、出雲型護衛艦に増設してはどうかとの声もあった。しかし、出雲型護衛艦は、艦式水戦下に潜水艦探知用のソナーが搭載されているため、ソナーを下ろさずにスキージャンプ台を増設すると、艦首の重量が大幅に増加して、艦のバランスが大きく崩れる恐れがあるとされているのだった。あるいは、ロシアや中国の空母のように、艦首全体をスキージャンプ式の甲板に変更する方法も考えられなくもないが、その場合は、ソナー重量の問題だけでなく、艦周舷側にある、シウス、近接防御火器システムを撤去するか設置場所を変更せねばならず、回収費用や期間が大幅に増大してしまうことになる。これらの理由から、海上自衛隊は、出雲型へのスキージャンプ増設計画を早い段階から諦め、できるだけ最低限の費用と期間で空母出雲の運用開始を選択したと考えられるのである。出雲は昨年から5年に一度の定期検査が始まっており、それに合わせて飛行甲板の耐熱性強化改修や整備用の電源の増設などといった改修が進められていて、艦首形状の変更などは、令和6年度2024年の次回の定期検査時に実施することになっている。また、加賀については、令和3年度2021年の定期検査時に、飛行甲板の耐熱性強化と艦首形状改修を一括で実施する予定になっているが、その一方で、令和8年度2026年の次の定期検査で2回目の改修を予定していると防衛省から発表されている。これまでに防衛省は出雲型護衛艦の空母化に向けて様々な調査を実施していて、実際に F-35B を搭載運用している米国海兵隊の協力によって、ワスプ型強襲揚陸艦の艦内区画や搭乗員の待機区画などを調べ、実際の運用場における航空機や人の動線の実証を重ねて、今後の改修計画に盛り込もうとしている。また、米国国防省とロッキード・マーチン社が F-35B 導入を予定している。イギリス、イタリア、日本、韓国、オーストラリア、シンガポールなどを対象とした F-35 の空母運用試験を契約していて、防衛省はこの試験へ参加することで得られるデータも、出雲型護衛艦改修計画に生かすものと考えられている。なお、日本における F-35B の調達計画は、令和2年度から始まっているが、平成24年度、2012年予算に計上された陸上運用タイプ F-35A の航空自衛隊への引き渡しが、平成28年度、2016年、飛行隊編成が平成29年だったことから、F-35B の引き渡しは、令和6年、飛行隊編成は、翌年の令和7年になると推定される。F-35B 導入による出雲型護衛艦の空母化については、現在でも、賛否両論の議論がなされているが、国土の四方を海に囲まれている島国。日本においては国防上必要であることは明白であるし、
災害時のサポートとしても空母の存在が有用であることは、東日本大震災の際の米空母の活躍がそれを証明している。しかしながら、日本の空母保有に対する周辺国の反応は、過去の歴史への感情的な思いもあってかなりの抵抗があるのも事実である。日本としては周辺の友好国に対して空母の保有は、近年における中国の強引な海洋進出への対抗措置であり、抑止力となることを粘り強く説明し、納得を得る努力が必要であるし、国内の新規軍備へのアレルギー対策にも時間がかかるであろうと思われる。さらに、かつて我が国は連合艦隊において多数の空母を保有し運用した。歴史があっても、近代的なジェット戦闘機での空母艦隊の運用経験がなく、その点でもいきなり空母を保有するのは無理がある。監視形状を最初から四角形にしていなかったことや、エレベーターの大きさが F-35B 搭載を想定していたかのような大きさであることから、もっと簡単に改装できるように設計をしておくべきだった、最初から空母を作るべきだったなどとの意見はあるが、空母建造技術の取得は簡単ではなく、護衛艦で初めて全通甲板を持った大隅型輸送艦の経験を踏まえて、ヘリ搭載護衛艦ヒューガ型、出雲型を建造、そして改造空母を経て正規空母建造へとの流れは、外交や国内意見への配慮だけでなく、建艦技術の蓄積との観点から見ても正解であろう。また F-35B を操縦するパイロットの所属と育成についても、現状では航空自衛隊からの派遣となるのか、あるいは海上自衛隊が自前で育成するかとの問題解決が求められ、前者の場合は空自と海自組織間の綿密なこすり合わせによる空母内での指揮系統の整備が必要であり、後者の場合は海上自衛隊のパイロット育成システムの構築が必要で、いずれにしてもさらなる時間と予算が必要となろう。故に自衛隊が空母中心の護衛艦隊を運用するまでには、まだ相当の年数が必要と思われるのである。